札幌市の住宅で母親を殺害した疑いで逮捕された男子中学生は、事件直前何らかの理由で母親と口論になった可能性があることが分かりました。札幌市白石区に住む中学3年生の15歳の少年は、おととい自宅アパートで40歳の母親の首を圧迫し殺害した疑いで、今日身柄を検察庁に送られました。少年は警察の調べに対し、紐で首を絞めたと話し、容疑を認めているということです。警察によりますと、母親は発見時自宅の床に仰向けで倒れていて、首には線のような跡があり、家の中から紐が見つかっています。事件当日、少年は学校を休んでいて、殺害の直前に何らかの理由で母親と口論になった可能性があることが新たに分かりました。警察は凶器の特定を進めるとともに、殺害に至ったいきさつを調べています。